ひろゆき、あきひろ、ひろゆき、どうも、おっさんです。よろしくお願いします。もうこれは決まりにするんですか。決まりで行くんですか。様になってきました。生まれすぎた。生まれすぎた。リズムも。まあまあこれも一応今度決まりということで。さあ今回なんですけども、はい、あの企画会議で出ていました、はい、あの僕が言ってた宮迫さん、あの自動販売機の聖地。そう。もうそこに行きたいと、はい、よくあの夕方のニュースのなんかスペシャルコーナーみたいなんでよく映ってるとこが、懐かしい自販機がたくさん置いてあるんですよ。そうなんや。それも我々が子供時代にあったような、近所にあったような自販機がめちゃめちゃ集まってるとこなんで、これも懐かしさもあるし、実際に食べてみて、いろいろいっぱいありますから、どういうことやろ、行きましょう、はい、行きましょう。結構時間かかりましたよ、ここまで。ここどこになるんですか。相模原ですね。相模原ですわ、はい、1時間半、2時間ぐらいかけてきましたよ。おっさん初ロケですからね。確かに初ロケか、はい、おっさんの初ロケ、ゆっくりやるぐらいゆっくりやるぐらいもうそらそう、おっさん牛歩、牛歩牛歩戦術牛歩戦術ですよ。人おる車もすごい。これうわめっちゃ人いてる。えあでもすげーな。えちょっと待って、これめちゃくちゃあるな。すごい数。また車も入ってきた。ほらもうだってほらおみくじとか。えどういうこと。自動販売機関係あれへん。何が可能。だからこういう自動販売機もあるんじゃないですか。なるほどなるほどね。それをこうじゃないと、この上も見てこれ全部。あなんか自動販売機で何が叶うの。ちょっと楽しみ。ちょっと行きましょう。あすごい。あっ出ていきなりあった、ほらこれ、このうどん、こういうのあった、うどんそばあったでしょ昔。あうわあったかい。天ぷらうどん、天ぷらそば2種類だ。300円です。うわちょっと安い。これは絶対食べたいね。はい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 、一回一通り見て、はいはい、どれ食べるか決めようぜ。もうこっから全部一気に食べれるけどね。全部すごい。どこまでいけるか。うわっ、出た。あ、ハンバーグ。ナンバーガー。ちょっと平べったいやつね。これ食べたい。ハンバーガーも行きたいね。これは懐かしいな。加熱中。うわー、こういう表示されんねや。ご当地のものも自動販売機にちゃんと入ってるんですよ。出たー。あー、あめ湯、そして懐かしいミルクセーキ。懐かしい。一番懐かしいのはこれやわ。これですね、覚えてる。 UCC のこの缶、これどうなんですか。もう天然素材時代絶対に飲んでた人はいましたよ。いや、いましたよ。誰ですか。え、琴原さん。いやだから、俺だから一応期間ぶらしてから別にええねん、コンビ解散しても別に仲悪いわけじゃないから。大好き。もう絶対もう絶対これやねん。ダンスの稽古の時ずっとこのすぐチビチビ飲んでたやろ。ほんま半日かけてこれ飲んでたから。そう、いやいや、ほんまにこれ好きやねん。なあ、うわ懐かしい。ちょっと待って、これ何。おまさに、おおおまさに名前が何、気持ち悪い。ちょっと今の流れ気持ち悪いですね。なあ、奥出雲天然素材主義。何それ、この偶然。ただえらいもんで、この中で今食べたいもの一つもないです。違う違う、アイスや。あなたがね、俺は食べたい。おしゃれな。今いらない。最近ないっすよ。悩む。ちょっと決めや。そうですよね。うわ、カップスター、札幌の一番カップスターや。懐かしい。カップスそう。どんなやったっけあれ。カップスター、食べたその日から味の虜に虜になりました。ハッフハッ。おっさんですね。ほんま。あ、本当だ。懐かしい。もうや、ボンカレーは二角師匠ですもんね。そうなんですね。これどう出てくるの。あ、ご飯もついてくるんですか。すごい。これ食べたい。え、これ行きたい。2つ出てきてかけるんかな。え、そういうことかな。かかった状態。これちゃいます、この絵。このまま出てくるの。そんなことないでしょ。うわ、ちょっとこれは気になる。気になりますね。あと、これは気になる。二角師匠はどっか出てきやんの。いや、出てこへんもう。丸くなっても出てこれるか。こっからこう、どんなんかな。どんなんかなかね。あと、球団の大塚ボンカレーで。
大塚ボンカレッジ OB です。お前すごい、てっきり巨人やと思ったらジャイアンツなかった。これも師匠といえばもうボンカレーですね。懐かしい。のこのボンカレーの昔のパッケージのこの女性、なんか分からんけど幼心にちょっと惹かれる、はい、そうそう、このキャラクターありましたね。確かにどう出てくるの、ちょっと これも後でちょっとこれは気になる。そうですね、食べてみようよ。まだ多分4分の1ぐらいしか待ってない。そんなの、あっちにももう一列あるんで。うせえやん、向こう側に、はい、マジか、もう一列ちょっと楽しい、めっちゃ楽しい。え、でも楽しいもん。楽しいですね。あったよ、これだ。おみくじ、おみくじや。小銭あるみんな。いやいや、来てないですわ。え、うわ、お前、おみくじなんて人のお金でやるもんちゃうと、お前アホか。自分のお金で自分の運勢を占うねん。じゃあロケお金持ってこい、ちょっと手すりや。誰に言ってんの。せやぞ、お前一番怖いやぞ、アホンダラしてくれやて。お前電子レンジで頭ぬくめたろか、これほんま、ええよ、貸してあげるよ。あれだ、すみません、はい、じゃあ100円です。あれ何も、これ入れたらもう、え、どういうこと。あ、そうです普通スイッチとかじゃないの、心込めて。もう言っちゃった。あ、バカ、落ちた。お前が喋りかけるからやろ。あ、トランプですか。これはあかんない。どうぞ。ベーンってできた、心込めて。あ、よーし、セーフ。裏返しに出てきたな、お前。こう白い方、まあ、黙れ。よしよし、見ようぜ。よっしゃ、誰から行きますか。じゃあキノピーから。今年はありがとうございます、中吉で。中吉、はい、もう本当にあの波のないような1年にしたいと思います、はいはい、さあ、はい、次木村君。はい、私も今年はなんかうまくいけばいいなと思いまして、見たところ、はい、なんと中吉。言い方で何とかしようとしてる。かぶったのを言い方で何とかしようとしてる。まさかのかぶりました。さあ、私、まあ、今年はまあいろいろございましたし、牛宮城オープン、はい、上半期、ね、上半期、まあ、いろいろ本当いろんなことがありました、ね、そんな私、ででん、大吉。うわー、来た、すごい、何これ、最後にした感じもすごい。ここは中吉であれ。飽きない、どっち、飽きない、え、あ、お前飽きない見た方がいいよ。あ、飽きない、ものの根変動あり。お、どういうことですか、物のね、変動あり。物価？何、どういうこと？価格改定とかした方がいいのかもしれないですね、もしかしたら。ああ、まあな、あ、そういうこと。だから焼肉屋さんのお肉ね、あ、その、そう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 。いや、今のままでいきますけど。え、何それ、すごいです。適正価格ですから。怖い、怖い、怖い。ええねえね、乗っかっといて。大吉はくくらんでええねやろ。大吉、大吉。くくるとこがないよ、もう。ないです。まあ、まあ人通り見ましょうよ、はい、お茶漬けやって、これも初めてじゃない、これ初めて見た。うわー、さあ何食べよう。さっき言っちゃって、だよ。ようやってたな。やるけどマスクずらしてまでする、こっちのマスクずらしてまでやることやなかった。で、こっち側もあんのやろ。まだあるんですよね。うわー、この列も すげーな。すげえ、すごいわ。どうしたん、どうしたん、なんで立ち止まったん、なんで今立ち止まってんの。いや、今カメラがターンしてきたからよ。お前何年やってんの。違うよ、あのカメラがこう向いててこうなるからさ、歩いたらこのカメラ通り越してまうやんけ。お前何年やってんねん、テレビ出てんから忘れてもうたんちゃうか。あいだ。お前よ、相模原で言うな。お前がお化け屋敷的な驚き方したからやないか、なんか。やにかやね、お化け屋敷的なプシューの時の驚き方したから。どうしたんかって。俺はいろいろあってテレビにね出ることはできんけど、お前何もないのに出てへんやんけ。あら、手を出したか。相模原で言うことちゃうね。関係ない。いやー、暴力。いや、ほんま腹減りましたわ、これ見てたら。もう、うん、来てる、うん、何決まってるな、自分の中で。もう決まってます、僕。参考、3個決まってます。これも決まってんで。あ、あ、これちょっと待って、これどっち行く、どっち行く、これあったあった、ほら、うわ、これ見て、懐かしい。
すごい。駄菓子屋さんやった。すごい。え、これごと買えんの？すごいですね。これが2000円で買えるわ。2000円から、あ、開けるということ？そういうことでしょ。あのラボーテのバイブとかと同じシステム。開けるシステムよ。開けるシステムとか言うな。開かへんからフロントに出まして、すいません。4番開かないですけど。団子で言うな、もう。まずもうえ？ちょっとコマ売ってる。コマや。コマ売ってる。コマ。ほんまや。見てコマ売ってる。下ベーゴマ。下ベーゴマ。下ベーゴマ。うわすごい。ビー玉ある。ビー玉ある。ベーゴマビー玉。優しさ紙芝居や水谷豊の。え、歌ってみて。ビー玉ベーゴマ風船紙あそうそう竹とんぼやったわやったです。時間返せ。いやほんまにそうやもん。そうか知らんけど。よし。もう決めたね。もう決めてる。よっしゃ、食おう。もう決めた。じゃあ、このままちょっと気になるやつを。俺もう絶対うどんは食うよ。もう買ってええの？買いましょう。カレーでしょ。でもハンバーガー行くでしょ。いや、ハンバーガー行きたい。絶対行きましょう。俺だってうどんとハンバーガーや。で、俺カレーとハンバーガー。カレーとハンバーガー。俺、あれや、お茶漬け。どうしようかな、お茶漬けだよ。お茶漬けもええわ。お茶漬けもみんな行っちゃうみたいな。な、俺お茶漬けとコマ。コマは取らへんからな。コマはいいでしょもう。うわでもこれチーズバーガーやな。どう思う？まあまあチーズじゃないですか。なあベタにな。何をしてんの？危ない。どないしたい？どうやって入らへん？そういうこと？マジっすか？全部入れるとこない。どうしよう。これ何両替できるとかあるよな。向こうにありました、ね。え、僕じゃあ行ってきます。そういうこと。ちょっと俺ほんまにお金借りていいですか。俺ないわ。自販機の聖地行くってちゃんと連絡行きましたよね。ねえ、ねえって。自販機の聖地。おる。怖い。喧嘩。いや、あの逆ギレされてもこっちはちゃんと連絡入れてますから。ロケで財布持たんへんでしょ普通。うわ、スター気取りや。なんなん、もうちゃんと持ってきたよ自分のポーチ。小銭ちゃんと。貸してくれ。貸してくれ。こんな後輩おる？これやな。この流れでなんかペットボトル行ったやなお前。皆さんペットボトル隠してください。おー、声出ないから、ほんまに声出ないぞ。ペットボトル、隠してください。投げる人いますよ。通るかな。ほんまに多いから人。いや、そういう態度がなんか繋がっていくねんって、そういうところに。いやいや、まあまあ、確かに、まあ、そうかもしれんけど、今ここで言うことじゃないからね。ほんで、なんか、ほんまに引くな。ガチ引きして。今日ペットボトルなくて、あの1リットルの瓶もあったから、ほんまや。一応販売中してるけど、まあ、あんなもん投げられてみ、終わりや。もう終わりやで、こっちは。瓶投げない、もうペットボトル投げないし。まあ、そうです、すみません、ごめんなさい。ドリンク系のもん持ってる人気をつけてください。投げる人いますよ。ずっと対応申し訳ない。ドリンク、あとのもん投げ、まあ、ありますよ。あとのもん投げ、あとのもんってね。ねえ、今いや、もうすみません、お借りします、すみません。まあまあまあ、それは危ない。今、両替行ってるから。そうですね、そうです。渡しました。あ、来た。隣のタイヤさんに両替機あるみたいな。あるんだ。はい。なるほど、なるほど。隣のタイヤさん行ってください。はい。じゃあちょっと買うわ。チーズバー。300円、280円。まずは、懐かしい。フィッシュバーガー。フィッシュバーガー。はい。入れるで。俺の来てんじゃん。あ、出る。あ、来た。お、来た。うわ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 。うわ、雑や。かわいいパッケージ。すごい。懐かしい。昔箱やったっけ。昔なんか紙に包まれてポンってできへんかった。違うか。この中が紙。どっちやったかな。え、ちっちゃいな。いやじゃあ。いやいや、その懐かしさや。ちっちゃいな。ちっちゃいってこと、こういうもんやんか。こういうもんでしたっけ。そうや。あ、そう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 、この感じの、ここの分厚い、こんなんか、パンパンじゃない。パンパンじゃない。そうですね。あ、パン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 、すいません。あたたた、めちゃくちゃ熱いで。熱っ。そんなですか。もうほっかうわでかいでかい、パンパン。あ、うまいやっちゃ、これふわふわや。うまいやっちゃ。ちょっとこれいただきますわ。や
少しいただきます。熱い。チーズバーガーですか。チーズバーガー、うん、あ、そのチーズの味わいはどうなんですか。あ、美味しい美味しい。そのいわゆる店舗で食べるような感じではないけど、うん、このチープな感じがいいです。なるほど。うん、こうだよ。あ、俺のできてる。忘れてたやん今。一緒一緒。一緒一緒。何万円？太っちょカーボーイ。太っちょカーボーイ。熱やろ。熱。めちゃくちゃ熱い。めちゃくちゃ熱い。ほら。いや、俺ね。そんな何も見えてフィッシュが見えてる。優しいよね。ああ、なるほど。優しい。濃すぎず。そう。あ、肉うどん言ってなかった？肉うどんがええわ。肉うどん。早っ。あの中であのブワーって湯切りしてんの。あ、そういうこと。そう、なんかあの、うん、はい、できたぞ。どうぞ今も出てきてるってこと。めちゃくちゃ早い。え、何がどうなってんの。すげえ、ちゃんとできてる。すごい。めっちゃ早い。うまそうやし。ブタプ。熱々。どうしようこれ。どうしたらいい。いただきます僕。あとでちゃん。あと。これはうまそうやわ。どういうことやろこれ。カレーがどの状態で出てくるの。そうそう、気になりますねこれ。どっち、甘口、辛口。辛口。ダーン。出てきた。もう出てきた。どういうこと。もう落ちたらすぐ出てきたで。あったかい。どういうこと。じゃあこれあのレトルトがここ上に乗っかってるからライスにかけてください。めっちゃいい。そんな早く。すげえ、めっちゃいい。よし、ありがとうございます、はい、いただきます。お汁から。あ、ねえちゃん、あー、しっかりしただし。あ、美味しいですか。美味しい、うん、めっちゃ入ってる。ほんで量すごいっすね。400円。これ安い。400円。あ、うまい。うん、ほんまなんか懐かしい味。でカレー行きさ。カレーです。僕ボンカレーをね。ご飯めっちゃあるやん。量。すごい量がめちゃめちゃあるんですよ。大盛りや。ほら。すごい。大盛り。一瞬で出てきたよ。一瞬でもう中で温まってたんですね。いきますね。うん、ほら。うん、色。しかもあったかい。めちゃくちゃあったかい。まだ。めっちゃいいな。ボンカレーの匂い。もうこの匂いたまらん。うん。わ、これ、うわ、プール、あなたと食いたい。あー、うまそう。外で食うのがまたええな。いつぶりですか、こんな。そうですね。なに、ごめんなさい、ボンカレー。あ、いけたんや。いけました。なんすか。じゃじゃん、カツ丼でございます。わ、すごい。あ、これ300円。350円。安い。じゃじゃん。すごい。召し上がってください。あ、うまっ。箸ある。めちゃくちゃうまい。箸行きはあります。うわ、うまい。ギタコのイタロー。あれめんどくさいな。聞いて自分が振っといてないの。聞いてませんでした。はい、今箸ゆきおさんやっとんねん。はい、はいやないねん。あ、すいません。こんな感じの。まずうまく衣、あー、こんな感じの。分厚い。はい。熱々なんや。うますぎりょうたろ。わ、かっこいい。ごめん、今サイレンだった、ごめん。ずっとうるさいっすよ、食べてる時周りマイクとかノイジーグルメ。こちら、まだ
現場にはまだ出してないんですけど、ほぼ初公開というか、うん、あのタイヤ市場の社長さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、まだ買うことはできないんですけども、はい、ちょっとデモンストレーションで、はい、これあのカレーが出来上がった状態で出てくるんです。どういうこと。これ昔のやつなんですよね。そうですよ、40年ぐらい前に。40年前にも出来上がったやつ。ちょっと見せてもらっていいですか、はい、どういうこと。どういう感じで出てくるのか。オリエンタルマースカレー。はい、どれいく。いやでも、まあ、はいはい、ベタリアショー中からいきます。押します。お、で27秒でしょ、コインを入れて。はい、ここはタイマー。タイマーで。あー、動いてる、動いてる、動いてる。これ日本でここだけ。そうだ、動いてるのうちだけだって。うちだけって。あ、っていうことは、いやだから世界的にもっていうこと。そういうことです。そうですよね、世界に1個だ。あ、来た、来た。え、うわー、めっちゃかっこいい。やらける、すげー、すげー。あっちあっち出来上がってる。めっちゃかっこいい。すげえ。買ってんねえ中で。これレトルトなんですよ。レトルトのパッケージを切ってかけてくれる。はい、すげえ。めちゃめちゃうまい。ちゃんとほら白飯との割合もちゃんとから。すごいよ。確かに。ほんまにすごい。すごい。カレー大好きな私がちょっとマースカレーさんいただきます。うわ、ほんまそう、ええ匂い。いいわ。あそうか、熱々なんやな。あ、もう熱々で、もう、ほんま出来たてのカレーです。うわすごいな、これ。これ40年前にあったんすか。そうですね。すごい。うわ、めっちゃいい匂い。確かに。いずれこれが並びますもんね。そうですね。皆さん、ぜひ。あ、ぜひぜひ。これ面白いわ。これ相当感動すると思います。たちのも行ってみたい。確かにね、こういうタイミングで。よっしゃ、来た、来た、来た。あれ？ポップコーンやな。はい。ポップコーン買ったのに、なんかこんなん出てきた。おい、これなんや？ご説明します。こちら、ファイングリシンは、うん、グリシン 3000mg とテアニン 200mg を含んでいます、うん。グリシンは最も単純な構造のアミノ酸で、うん、甘みがあり、ゼラチンなどに多く含まれています。テアニンはお茶の旨味や甘みに関与するアミノ酸です、うん、本品は2種類のアミノ酸で質の良い休息をサポートします。おお、あ、これあれか、最近俺寝る前に飲んでなんか朝起きたらなんか体が軽い感じになってる、あのグリシンかいな。関係やないかい。え、関係やないか。案件やないかい。そうや。うわ、このパターンできた。何がわかんの。うわ、びっくりした。毎日飲ませてもらってるから。うわ、はっきり言うた。お前寝起きがええから。案件やないかい。案件やないかい。そうやで。いや、ガンガンガン強なってる、この人。何がや。強なってる。なえ、なんなん、説明しますって。あ、案件なんで説明しなきゃいけないんですよ。そうそうそう、はい、もともと知ってるしな。もう知ってます。煙出てきて牛宮城周りでお疲れの宮迫さん、今これで助けられてますから。そうやで。案件やないかい。もうここさったら何でもない、はい、だいぶ。まあまあ案件やないかい。いやいや、山田花子ちゃんと同じシステムやな。お二人もね、ちょっとやっぱ年いったらやっぱりちょっと、ね、寝つきも悪いし。これ飲んだらいけるんすか、マジで。あ、グリシン寝つきいい。もう寝つきもいいし、味も美味しく飲めるものなので、はいはい、美味しく1回とかしたら1本飲んでみますか。皆さんもどうですか。案件やないか。今ちょっとシステムが疲れただけ。違うよ、何でも反応するぞ、これ。はい、はい、テックタイプなんで。テックタイプ A は1個ずつ分かれて、はい。あ、ちゃんと読んでからやないと。いや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 、案件やないかい。触ってないし。そうめちゃくちゃやろ。バグってる、バグってモテる。飲んでくださいよ、僕もちょっといただきます。ラムネ、ラムネ。そうや、これうまい。案件やないかい。連続で押した、どうやら案件やないかい。あれだし、完璧に俺もう仕込んだんすよ。美味しい、これいける。概要欄に、
クーポンコードを載せておきますので、はい、お得にお買い求めいただけますので、ぜひ。あ、こちらね。はい。はい、今日もまた寝る前に飲んで、で今から僕また牛乳所なので、寝る前に飲んで、ちょっとこの後寝ると思いますので、まだこのまま見といてください。一旦ここはありがとうございました。ありがとうございました。爽やかな毎日のために。グリシュー。